対決、駅伝の11番は。さて、というわけで、第239回ランキングバトル、優勝者は11本勝ち。優勝プレイヤーは、ケダコ。指名プレイヤーは、本日横浜までやってきた、瀬戸アドリスパイのパリンチュ。確かに、このジョニーは動画に残るべき存在であると俺も思う。そんな2戦目。やはり、ケダコが、割と、先に武装していくような感じだ。大事なんだ、キナコ。大事なんだ。ここにスクラバー。エイスタートで切り返して。サケ。何やと思って。ジェビーが。忘れない。でも、亀梨。ここ抑え込めればね。全然チャンスあるよ。なんで衛星がまで第3ラウンド、
戦目となってますが、あ、今これいつまでかベイドは体力が一瞬でなくなってる。ちょっと画面から目を離したときに最後冗談、まあ、多分立ち合いカウンターコインコンボで後押したんでしょう。ちょっとクラゲ、さてここから足まで行こうって、足スラバで抜ける、こういうところキャラも気にしております。タスピー、うまい、このタスピーはしびれる。あー、ラストバックこれよね、ここよね、リバーサーオーバーヘルキス、こういうことやっちゃおうと。エンセンがガーゴー、相打ち、おー、レスティブ青、メタが広い、今にいて、降りたー、なんと、大腕、切り替えも、ここは、ガンバリから、抑える、上入れた、リバイ、入れ替えて、これは繋がらないよ、冗談、ドット勝負になった。あー、でもジャックを上から潰す、これがフェイよ、いけいけ、だからもリースカウンター、5回は5回、1点、3点、あー、投げに行ったところ出さなく、これだベイスター、ここでエッグがマリコ、足払い自動カットに見せる、さてワンちゃんできない、音タッチは消えてなかったか、何かレイコみたい、6球から打った、寝込んでいく、レイカスぽい、レッグで2発目、さてはあるか、なんだと、なんだと、なんだっけな、暑い展開、さてこれ、そろそろ大連が復帰してないとしたら、大連さんは、言うとはもう、やってやれ、してよユーストの調子が悪いです。4点目ですが、3-0、ウチナコはここまでは下駄とパワーを完全に使い切っての3-0、ここからなんだけど、まずダイクラウンドは下駄と、
最下限平成かまで冗談ただ山田まずは通れあくらへ奪い遠征か冗談こうと思ったうのこちんだこいこい冗談そこは通さないさてまずダイスラウンドは借りて投げてイエスはバックして A ファイ止まれるバックして A ファイ A ファイカウンター頑張りもミス DPM が通ってワンストイでさすがに上に逃れるいやー逃れた A ファイがこれはね確定ですゴールかな取ったレース目裏なんか中投げゲームね。一一。くらえ。すぐに上に逃れる。S I は外だけを得た。さて。さあどうするよ。上から逃れる。6Pはどうなる。そしてはい。オッケー。上からこういうゴムフレームは上を入れるというねこの2人で見せます上です S 入りだねこういう連携はちょっと残して上ラウンダーさあコインかけてハッチマッチ2枚押し込みたいが縦入れ替えるまた縦ガードアルティアラス使ったよワンチャンあるがうわやろ上からそして最後は上を潰すステイ6敗さて 5-0 これが関西の現在の壁と思ってもらえればねえ池田子がそんなに優勝とかしたことなかったからあれやけどやっぱり強かったね池田子さんやさて 5-0ところで一瞬聞いていきたい出し投げそしてジャンプ調子が引っ張れなかったんで最大ではないかこれだよこういうネタが多いケナココピーガードマクセ立ち合いキラー確認したワンコインきっちり決めて転がないさっきどこだ6杯からの上段うわーできるこいつなんという甘みこの6杯空中ヒットからのミスキャンエンゲス上段コーンさて第2ラウンドは独立レスタイルからレスティングこれが意外と連続タイトル上段カウンターコインつなぎが取れないロピーガードバクセつなぎできないロピーは逃れ裏からの中でエースが届かないケナコあーそうそうケナコ上からそれは先に出さねえだなガードしちゃうとねエースが冗談うん池ダメだセビレスペ3番目うーん最大ミスだからあれ難しいキラーで突っ込んで投げる実は青してなかったエースが霞んでポイ足がないポイントがさあ来た 5-1 ファインチュージョリー5本取られてからやっといい感じで見えてきたがケダコの流れがさてここからもう折り返しに入ってます 5-1 です生配信できなかったのでちょっと悲しみを背負っておりますが動画でお楽しみくださいあさってあたりにアップされます7戦目11本勝ち第239回ランキングバトル優勝者ケナコバーサス司会者は勝ち横浜勢のジョニー・スカイ高田スコアタックそこでまだまだあるところ投げたのはジョニー X レベニー JDD 遠征が2人で8人目立ち系から
いる。コインは探すレシピは青。迷ったところ。これが四だが、カサネのフレームが早すぎた。大事なんだセナコ。ラストガード来た。次にラストガードしたけど6ピン。今度は逃れて TDS タイプ打てな。なぜボボン殺しに来る。頂上部に合わせた。ピオっても一緒です。いじいじ最初なのに投げてスペジャーから、ああちょっと届かない。パスルートなんですよね。これはしょうがない。 JK ハイ殺しに行く。ここはバーソン上から長いダッシュ DS 下から抜ける。難しいところ2枚で降りて学生頑張って怖っ。ジョーダンカウンターワンコイン抹茶の匂い。クラゲさあ来たよ。はい3ハイバックでパワフライ。はいこれハメ。はい3ハイキラーコン。もちろんバースト。いやーいい殺し切り。ボディいいよいいよ。見えない中下段より見えてるガスの方が怖いよ。さてきたゴリ。まだ終わらないよゴリ。8試合目ケナコバーのスカリング。 6P は落とせずにそういうところですぐにオーバーヘッドに行くというね、受け目のなさ。で、あとはね、バーストは青だな、本当に出した。遠征香りも、ロッピーで潰しに行く。いちいちここがかっこいいけど。そして JP、もう一点。もう一度投手に行きます。大事なんだけども。大事なの。こういうね、
その6ピンをなんとか序盤来ないで上段でカウンター投げ取る X、はい、マコイデイリーから2番を1曲までやってないきっちり男性訪問これは半分減る裏掛け投げ取る円滑来たよきつい、はい、これハメレベル1だったが男性訪問かなレベル1だろうかあ、衛星かうわ、これ痛みつけるやろ冗談しかしここは冗談お前飛ぶやろ俺冗談第1ラウンド3位第2ラウンドコインは背中ここから遅らせ立ち合い6ピンノーマル中段だけバックステップ潰せラストどうかガードした次のアウトジョブレー立ち合いカウンターここをね一角にチャップ素晴らしいオールナーカラドン引き立っていくがここはバージーコインへ確定の位置バックしてどうせアウトジョブレー常なり中段ガード投げていくがそこで迷いたいのが壁際の自信なんだよねリバイン、あーリバイン通る繰り返していきます、奈良さんさて、早いったよね、ギルティギア10試合目です、いや11試合目です、次はラストですはい、今日も長らくの素晴らしい試合ありがとうございます11試合目です239回ランキングバトル優勝勝ち目11勝ち最初戦11試合目、キャンパーサス狩り中長さんとなっているそんな11試合目ソテラカリエル、円滑成功からコインバツステに当たって円滑サブリさあもう一回これエヴァやでスパニャールからあーはいでもう一回セレブチにしながら円滑ガドドッと上段を倒したコインあー中段さあ第1ラウンドを取っていたらカリチョイン第2ラウンドドピンガードこれだよラストアタックが1つの何だろうスタリーポイントになっているかコインでレベルに取ってしかし受け身攻めは失敗奥がでかい投げ割れエルデンガーはいバーストヨータジョナン次うわーやめかすけ妨害のために指定補正がなかったらヘルンダジョニー投げて投げはもう1回これがつけ投げはや74というわけで、まあ、74とゲーム差がつきましたが武田コーナーが3-4の結果と終わりました、お二方は本当にありがとうございましたちょっと今日はなんか